これは私が祖母と暮らしていた10年ほど前の話です。当時祖母はアパート経営をしており、作りは1階が祖母の宅、私も同居、2階がアパートで4部屋を賃貸にしていました。ある夜、祖母と晩ご飯を食べているとインターホンが鳴り、出てみると204号室の女性でした。彼女はドアが開くなり挨拶もそこそこに、祖母に相談があると言ってきたので居間に通して話を聞くことにしました。彼女は非常に言いにくそうに、頭が変だと思われるかもしれませんが誰かに見られている気がするんですと話し出しました。聞けば部屋にいると突然誰かの視線を感じ、とても落ち着かなくなるということが最近頻繁にあるとのこと。もちろん部屋には自分一人だから誰もいるはずないと分かっている。だけど視線を感じる。眠れない日が続いているため、せめて調べてもらって安心したいと。彼女は泣きながら祖母に訴えていました。その様子から真剣な思いを感じ、とりあえず息子、私にとって父を呼んで見てもらおうということになりました。その時は私含め女3人だったので用心の意味がありました。ほどなくして父がやってきて問題の部屋を検証することになりました。204号室の部屋をざっと見て回りましたが、特に覗けるようなところはなく、窓も人が覗ける構造にはないため頭を悩ませました。すると父が天袋が気になると言い出し、開けてみましたが、これも異常なし。と考えた父は何気なく天袋から天井板を外しました。そこにはちょうど人の張ったようなほこりの跡が延々と204号室まで続いていました。その場にいた全員唖然。懐中電灯を片手にそのほこりの跡をたどると、それは201号室から来ていました。201号室の住人は自称デザイナーと名乗る男性。その時男性は不在で、祖母と父は警察に届け出ました。その後、しょっぴかれた男はどうなったか知りませんが、調べによると屋根裏の節穴からちょくちょく彼女を覗き見てたらしいです。後日祖母から聞いた話ですが、201号室の男性の部屋に入った時、天井の枠のところに用紙に無数のタコ糸をくくりつけたものがびっしりと刺さっていて、のれんのようになっていたようです。何かのまじないのようだったと。他にもお札が貼られており、気持ち悪かったそうです。古い作りのアパートにはご用心ください。現在アパートは取り壊しなくなっております。